岡県のとある田舎町、ここにある一人のクリエイターがいます。まゆわすさんです。昨年12月にクリエイターとして活動を始めたまゆわすさん。実は可愛さだけを売りにしているYouTuberではないのです。今何されてるんですか？今はデザフェスのグッズの時に紙袋とかに入れて渡すんですけど、それに貼る用のハンコを作ってます。一から全部作ってるんですか？そうですね、デザインから全部考えてやってます、自分で。1996年、福岡県に生まれたまゆわすさん。幼稚園の頃からお絵かき教室に通い、落書き帳がないと壁や机に絵を描いてしまうほど絵が大好きでした。今制作が結構大変で、なんか新しいグッズとかも作ったりして、友達にちょっと手伝ってもらって。これ何ですか？これは宇宙人です宇宙人の T シャツですか？はい、宇宙人のロン T です。で、当日これスタッフでみんなで来て宣伝しようかなと思って。で、あとは主に原画ですかね。今一番大きいの描いてるんですけど、まだ全然途中だから出来上がりが楽しみって感じです。大きいですね。そうですね、結構大きいです。時間もかかるし。どのぐらいかかります？早くても3日くらいはかかりそうな中国っぽい感じの。まゆわすさん、2020年11月に憧れのデザインフェスタに出展することになったのです。現在はその制作中のようです。かなりの緊張感はこちらにも伝わってきます。今回のデザフェスのテーマとかあります？テーマは、基本的にあんま風景だけとか人だけとか描くことはなくって、結構なんか動物とか生き物を多く描いてるので、やっぱテーマというかどうしてもそっちばかりになってしまいますね。謎の生き物とか不思議な生き物とか。謎の生き物たちはどんな風にして思いつくんですか？結構思いつきっていうか、急に思いつくことが多いので、それを忘れないようにメモに書いて、携帯メモして、でノートがあるときにガーって書きます。まゆわすさんはこれからどんな風になっていきたいとかってあるんですか？今までは YouTuber のまゆわすさんっていうイメージが多分皆さん強いと思うんですけど、これからは自分の強みであるなんかこうアーティスティックな部分とか、やっぱ絵を描くのがすごく好きなので、そういう部分をもっと表現して皆さんに見せていけたらいいなと思ってます。なので YouTuber でもあるけど、アーティストやイラストレーターであるっていう認識を皆さんにしてほしいなっていうふうに思うし、そう思ってもらえるようにもっと活動を広めていきたいなって思います。慣れた手つきでキャンパスにアクリル絵の具をのせるまゆわすさん。最近はキャンパスに絵を描かない日がないと言ってました。
そういえばスマホケースを、うん、ちょっとチャレンジしてみようと思って、はい、今なんかこんな感じでデザインとか考えてました。でこれをスマホケースに書いてアクリルとかでちょっと可愛いかなと思って。猫好きのスタッフのために猫を描いてあげているようです。早いですね、描くの。はい、もういつもこんな感じです。これが頭の中にパッと浮かぶんですか？はい、思いついたら描くって感じですね。あとはネコザラシ。今回デザフェスに出ようと思った理由とかってあるんですか？2年前くらいかなのデザフェスに、2年前だったかな、2年前ぐらいのデザフェスに初めて行ったんですよ。でその時にこんなにも自分の好きなこと、趣味とか、まあ仕事とかに全力を尽くして制作して楽しんでるっていう人たちばっかりが集まってて、でその空間を見てもうなんか感動しちゃって、なんか自分は正直いろいろなんか将来どうしよっかなとか思ってた時期でもあったので、そういう人たちを見てわいいなって思って、で自分もいつかデザフェス出たいなっていう風に思うようになりました。もう前からじゃあ考えてたことではあったんですね。そうです。だからなんかやっと叶ったみたいな気持ちはめっちゃあります。念願のデザフェス。念願のデザフェスです。気合入ってますか？気合もプレッシャーもやばいです。今回デザフェスに参加するにあたって目標とかありますか？はい、目標、多分もともと YouTube やってて、その YouTube の視聴者さんとか来ていただけると思うんですけど、その人たちと多分初めて会う方が多いと思うんですよね。だから直接いつも応援ありがとうございますっていうのを伝えたいっていうのと、新規の私のことを絵とか見ていいなって思ってくれる人をもっとファンをたくさん増やしたいなって思います。だからなんか私の絵とかステッカーとか、まあ、グッズがみんなに散らばって、それがどんどん広がっていくっていうのの始まりになればいいなって思います。マックでも行きますか？運転って意外となんかストレス発散になるなって最近気づきました。お、集中力が切れると車でドライブに行ったりハンバーガーショップに行ったりするそうです。この日は深夜に大好きなコーラフロートを注文しました。これで集中力を回復させるようです。夢とかあります？夢ですか？とにかく自分の好きなことを続けていけたらいいなって思います。今は続けていれる状況なので、まあ、経済面もそうですけど、これが続けれるように、まあ、お金の管理だったり、あとはこの活動が嫌にならないくらいの仕事量だったりっていうのを管理しながらうまくやっていけたらいいなと思います。音
音すごいですね。初めからです。ついに待ちに待ったデザインフェスタ当日です。手作りの看板やポップでブースを飾り付けます。一番力を入れて描いた絵はブースの目立つところに飾ります。この日のためにたくさんオリジナルグッズを用意してきたまゆわっさん。この日、一番の目玉は原画のオーダーです。オーダーがあれば、その場で30分で絵を完成させなければいけません。今それは何描いてるんですか？お客さんからオーダーがあって、デカめのおにぎりを抱えたゴリラ。書いてます。面白いですね、うん、面白い。いろんな注文があって面白い。仕上がりがこんな感じで大丈夫ですか？ありがとうございます。でイーゼルついてるんで、亀の絵をオーダーしたお客さん、記念撮影も行い、かなり満足した様子です。商品も入れてます。ありがとうございます。ありがとうございます。個展とかデザフェスで売れた原画とか商品を発送しなくちゃいけなくて、自分の描いた絵が売れることはすごく嬉しいことなんですけど、やっぱりちょっとなんか寂しさはありますね。オーダーの絵のお客さんがすごいなんか満足度が高かったのがめっちゃ嬉しかったです。デザフェスについてはもうちょっと有名になってからまた参加したいなって思います。なんかまだまだ自分は小さいんだなって感じたさせられました。まゆわっさんはこれからも絵を描き続けます。